はい、2月の16日、ですけれども、ショーは就職強化集ということで1年生やってきましたけれどもね。一人暮らしです。なんだそれ。なんかちょこちょこ持ってるけど、バレンタインだから。バレンタインだから。いや、こっち取ったん？私じゃない、もらってる。作ってないんだ。あ、もらったんけ。あ、友チョコ的なね、感じね。ないですか？いいよ、いいよ、もういいよ。もう早い、早い、早い。就職強化集の、あの、どうでした、あのアトムハートマザーの田中さんの話は。ザクバラジン、まあ親父ですけども、はい、すごかったの。うん、どう、いい話でしたね。いい話だった。髪型、髪型は気にしない、気にしない、髪型気にしない。なんかさ、俺も聞いててちょっとヒヤッとしたもんで、おーいと思って。髪型気にしないって、まあでも、もう言うたっけ、そうだよって言うて。まあね、ちょっと熱ある話でした。第一印象で決まる。それまでね、なんかもう。そう、田中志保さんの過去も聞かせていただきました、うん、そうね、これあそこで暴露されると思うよ。工場破りしたんですよね。もしたし、工場破り、そうそう、あのブランド時に行ったりとか、ね、副校長に直談判しに行ったりとかね、してました。すいません、本当にそんなやんちゃなことしてましたけど。だからね、やったらいいんじゃないって思う。何する？いや、本当思いました、うん、本当に本当に。うん、やっちゃえばいいのに。やっちゃえばいいと。なんか、うん、私はそれを見てニヤニヤしてます。ニヤニヤするサイトなんだよね。やべ、なんかいつにも増してダラダラしちゃった。ということで、就職強化週間は、明日も明後日も、しあさってもってことで。明日面接で。明日面接と、あれ、手に見学はいつ行くんだっけ。明後日。明後日か。明後日。明後日ということで、ね、交互期待ということで、ありがとうございました。しょうちゃん。しょうちゃん。わかる？今できる？あ、できんだ。というわけで、3、はい。しょうちゃん。いいなぁ。はい、ありがとうございます。